えっと、今のね、中日ドラゴンズはね、昔の阪神タイガスみたいに、都会的な球団でしょ。シティ派、シティボーイス。でもね、タイガスはそのシティ派球団だったずーっと大昔や、ね、ところが、藤村文夫っていう大選手が現れたから、急に、 野人集団に変わって。藤村文夫をきっかけに変わって。めっちゃ闘争心向きがちの野人集団に変わって、阪神タイガースは。藤村文夫の登場により。で、ジェニスドラゴンズもそういう風になるんちゃうだって今の若手メンツ見てみんな,な。野人候補生だらけやろ。な。しかも阪神タイガースっていうのは、 ま、あ、野人化した後の後始末が大変やったみたいけど <laughs> でも野人集団をうまく使えば、野人同士喧嘩させんかったら優勝できるわけでしょで、ただ、その、じゃあの時代、藤村文雄だけなんで別格みたいに有名なんですかって、もう一人シティアとかいやがって、うちのお父さんの先輩、紅葉中学のね、別途を香る人がいや,いやって。そういと、早々に追い出されて。 野人違ったからやろ <laughs>。名選手やで、ね、その人も。理由のわからないトレードがあったみたい。で、その、でみんなね、その結局、喧嘩しまくったそうやけど、全部、藤村文夫のせいにしちゃってんて。うん、で、藤村文夫は全然喧嘩せえへん人やってんて。顔は怖いけど、顔は野人やけど。 その前は知らんよ。<laughs> フラプロ野球選手になる前は知らんけど、それはそんなもんでしょ。き、あ。よっくいしょって我慢して言わんかった。な。いい、あ。よっくいしょって我慢して言わんかった。なんだから中日もね、きっと <laughs>、ネオのせいにしてみて喧嘩しまくるんちゃう。全部ネオが悪い言えたりして。そうなんと思うねんけど。そうやないと、 めっさ強になれへんって言っとくわ。めっさ強にならなあかんのでしょじゃあ、一人ネオのせいにしてみんな喧嘩しまくったらええねん。ネオ,ネオは,は、顔はあらないんやけど、喧嘩せえへんやつやと思うし。<laughs>